ダイアン・ラーセン・フリーマンは、ミシガン大学、アナーバー校の教育学、言語学名誉教授。第二言語習得、第二言語としての英語、外国語としての英語教育、教師教育、そして英文法の研究で知られる、応用言語学者であり、第二言語発達への複雑、動的システムアプローチの業績が有名である。ラーセン・フリーマンが最初に就いた仕事は平和部隊の、 ボランティアであり、1967年から1969年まで、マレーシアのサバ州で英語を教えた。この経験が、彼女の言語習得への関心に火をつけた。その後、ミシガン大学の大学院で学び、1975年に、言語学の博士号を取得した。大学教員としてのキャリアを、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でスタートし、続いて、 シット大学院大学で教鞭を取った。2002年、彼女はミシガン大学に戻り、英語研究所を指揮した。また、同大学教育学部及び、言語学科の教授にも任命された。2012年に、ミシガン大学を定年退職し、同大学の英語研究所及び教育学部、言語学科並びに、シット大学院大学の名誉教授になった。現在も、 活発に教育、研究活動を続けており、ペンシルベニア大学大学院教育学研究科の客員上級研究員として、英語の構造と第二言語発達に関する科目を教えている。ラーセン・フリーマンの業績は、主に第二言語習得のプロセスに集中しているが、英文法も研究対象としている。彼女によれば、英文法は単なる構造的なパターンの連なりで、 あるのみならず、意味をなし、言語をコミュニケーションの文脈に適応させるための重要な資源であると捉えられる。また、彼女は複雑性理論が言語、言語習得、そして言語仕様に対して新たな洞察を提供することを発見した。これら三つの要素は、複雑かつ非線形な動的プロセスだとみなされる。 このような視点は、彼女の動的言語感を支持するものであり、それを自身で、文法教育あるいは、文法化と呼ばれる行為に応用してきた。第二言語発達への動的アプローチはまた、第二言語習得の成功に必要な方策には、個人差があることを認めるものであり、教育とは、本来的には、学習をマネージするプロセスであると捉える。ラーセン・フリーマンは、 学術雑誌、ランゲージラーニングの編集者を5年間務めた。1997年に彼女が発表した重要な論文において、第二言語習得の研究にとって、複雑、動的システム理論の応用が有用であることが示唆された。また、彼女の業績を称える記念論文集、コンプレキシティセオリーンランゲージデベロップメントが2017年に出版された。 ありがとうございます。